あ、これ寝室だ。寝室ね。寝室ここは。これがまあ明かりなんですけど、ここで調整できて。朝起きて一番最初に自分を見れるわけですよ。はい。で寝てて、で目覚めて、あ、おはようみたいな。うわあ、本当面白いな。この寝室めっちゃなんか良くないですか？男なんかわかります？期待は。まあちょっと、ちょっとラブホテルみたいな感じ。だってこれちょっとあれじゃないですか、あまりにも。でもどんな映画でも言ってるのが、はい、最後一番な大事なものは何だと聞かれた時に大体ラブだと、はい、愛が大事と言うじゃないですか、はい、愛のない空間でやっぱ魅力感じないですよね。ここ夫婦ではちょっとこれは厳しいな。あ、本当ですか。はい、まあまあ独身なんで僕独身なんで大丈夫です。すごいですね。ただこれマジで欠点あって、はい、はい、窓ないんで。あ、マジ窓ない。マジずっと寝てられるんですよ。ずっと寝られる。ああ、でも何回か本当あの秘書の、はい、秘書だけ鍵持ってるんですよ。何回か本当ここで起こされて分かります。あ、ここにいると本当に時間の感覚がされる。時の流れが分かんないですね。じゃあそうで俺デジタルデトックスしてる時とか携帯この中入れるし、はいはいはい、時計も見ないじゃないですか、はい、だからもう本当あの休みしてるのは今が何時か分かんないことたまにあるんですよ。でもそれで あの大きい窓から、うん、まあ、夕焼けか朝焼けか分かんないようなものを見て何時だろうとか考えながら、うん、のんびりするのって結構楽しい。なるほど。照明もなんか色変わるんですか？照明色は変わんないですけど、まあちょっとなんかいい感じないい感じですよ。なんかあれだけど、あ、わー超ムーディーですね、これ。んいいしょ。いや、誰か連れてきたことあるんですか？ん、え、誰か連れてきたことあるんですか？あ、お母さんね。いやー、すごい。本当に。これって引き出しなんですか？収納なんですか？これは、ね、これはね、ジャグジーに繋がっている。あー、はいはいはい。あー、なんかいろんな想像ができちゃうんですね、これ。ごめんなさい、いろんな想像ができちゃいました。ソウさんって結構男の子っぽい男の子ですよね。いやー、超憧れです、本当に。いやー、面白かったです。いやー、面白かったです、本当に。どうしましょう。ん、なんかするんですか？今、ボリュームからゲスト来るんで。さてと。これ何ですか、野菜セットは。まあ、ちょっと料理でもしてあげようかなっていう。あ、ゲストに？そう。あ、何を料理するんですか？カレーね。あ、カレーは普通の市販のカレーなんだ。そんな凝ったやつできないですよ。まさか甘口。あ、甘口。そりゃそうでしょ。祝い事なんですよ。あ、今日来るとは。そうで、いいレストランとかもいいんですけど、なんか、はい、結局なんかお金で解決するとかよりも気持ちの方が多分喜んでくれるかなと思って、なんかいいレストラン連れてくのって、まあそんな安い値段じゃないんでね、その金額を稼ぐのってもちろん大変なんですけど、はい、簡単じゃ簡単じゃないですか、予約を入れて。でも、はい、料理作るって自分がこう本当に力やらないといけないから、まあ、気持ちはよりこうなんか伝わるのかなみたいなところもあって、はい、やべえ、オリーブオイルね。どうする？もう肉の油でやるか。じゃあ女の人ってやっぱ料理できた方がいいとか思います？まあ結婚した立場からすると、うん、大事？美味しい料理作ってくれたらすごく嬉しいんですよ。ああ、まあ、ね、確かに癒される。そ
作ってもらえたら嬉しいけど、でも俺必須要素じゃないな。いやこれ肉を先に入れて肉の油を出してから炒めた方が良かったんじゃないですかね。まあ結果的にそうですね。おお、ちょっと炒めこぼれてる。意外と素材の油でなんとかなるもんだな。甘口、うん、跳ねねえから大丈夫かな。毎回緊張すんだよ。いや普通に 手のひらに置いて優しく入れればいいんじゃないですか。あ、こう、はい、確かに。やばい。でも結構いい感じじゃないですか。あ、いい感じですね、うん、しかもなんかキッチンとか食器が全部なんか新品だからすごい高級料理に見える。いや高級料理には見えないですけど。見えるよ。あ、見えますか。はいはい。ドリンクも用意しようと。ワイン冷蔵庫もあるんだ。これかな。レストランや。あとは赤ワイン飲むんで。ああ、盛り付けのセンス今回どうかな。どうですか。いいですね。ダメ。怖すぎでしょ。あ、カノさん誰に似たんだろう。そうだからね、あいつがね、誕生日なんですよ。家族で誕生日会もやる予定なんですけど、子供たちだけで、ね、まあ、祝いみたいなね。お疲れ。どこだ、バーバリー、うん、お前、どうした。靴のここバーバリー買った。生意気に。こんばんは、カノンさん。こんばんは。久しぶりです。靴やるわ、靴いる。あ、いるわ、履いてる。これはどう。ちょうどいい。あ、いいじゃん。ていうか、これ、あれですよね。まだこれも、インソールが赤で。そうですね、確かに。やっぱお兄さんと似てますね、なんか好みが。確かに。このあれはスリッポンだ。スリッポン、スリッポンもらっとくわ。上からやな。そうそう、着させて。それジョン・バーバリーと全く同じやつ。カシミヤのそれ。そう、ああ、なんかこれ襟立ってんだよ。これ襟立ってもよく言われたわ。なんでポーランドさんのバーバリーの服持ってますもんね。誰に。バーバリーの人。え、あ、そうだ、どこのバーバリーだ、新宿。うん、ああ、そうそうそう、俺お疲れ様だ。俺とか似合ってんじゃん、ちょうだい。え、これかっこいいね。いいよ、ちょうだいよ。いやいやいや、これいいじゃん。うん、いいいい、ちょうだい。いやいや、開けてない。まあいいや、大丈夫。絶対俺とか似合うよ、これあれ。カノンさん、この家なんか何回か来てるんですか。いや、今日初めてですね。初めてなんですけど、何もリアクションないですか。まあ、そうですね、なんかここに来るまでが長かったなっていう。感想はそれぐらいですね。
あかんそう46なんで、はい、リアクションちょっと長かったです。へえー、あ、そうなの。あ、ありがとうございます。リアクション薄い、リアクション薄いな、お前マジで怒られるで、お前基本ローリアクション。いや、なんかお兄さんの家とか見たくないですか？どういう感じか。家族みんな結構俺に興味ないですよね。なんか本当に。一応見る。何か。あ、家を。まあ、大丈夫。大丈夫大丈夫。まあ、兄貴はどんな暮らしてるか興味ねえもん。でも別に俺の弟なんかっていいことあんまねえじゃん。まあないね、うん、ローランドの弟なのにかっこよくないよねとか、ローランドの弟なのに仕事できないよねとか、悔しかった、お前俺んちより綺麗にしようよっていうテンポ